両風は日本海軍の駆逐艦、白梅型の10番艦である。第二次軍備補充計画では海風型を14隻建造の予定であったが、軍縮条約だったもあり、両風で建造を打ち切り、残りは設計を改め浅潮型として完成した。1935年6月20日、日本海軍は浦賀選挙で建造予定の駆逐艦を両風。 三井造船の大鳥型水雷艇を、記事、浅野造船所の苦船艇を、第三号苦船艇と命名した。同日付で二隻は、官邸類別等級表に登録される。同年7月9日、両風は、浦賀選挙で寄港。当時の浦賀選挙では、白露型二番艦しぐれが春光に向け偽装中。白露型六番艦 サミダレが、両風寄港3日前の7月6日に浸水。白津湯型8番艦、山風が、同年5月25日に寄港していた。本艦は1937年3月11日に浸水。5月1日、日本海軍は、井上義雄少佐を、両風偽装委員長に任命する。5月3日、浦賀選挙に、両風偽装委員事務所を設置し、事務を開始する。 同年6月30日、浦賀選挙で山風が春工。山風より約2ヶ月遅れて、両風は8月31日に春工した。主要幹部は、井上義雄少佐、浅井明夫大尉、藤田敦史大尉、西村貞夫大尉、斉藤幸吉機関大尉、同日府で偽装院事務所を撤去する。春工と同時の8月31日府で、 姉妹艦3隻の第24駆逐隊に編入。定数4隻を揃えた第24駆逐隊は、第2次上海事変に投入され、中国大陸に進出した。1938年12月15日府で、第24駆逐隊司令急送米次郎大佐は、早鯨型潜水母艦2番艦長鯨艦長へ、転任する。公認の24駆司令は、中川広史大佐となった。 同日府で、両風駆逐艦長、井上義雄中佐も吹雪型、朝霧艦長へ転任。公認の両風駆逐艦長は、田中正雄少佐。1939年11月15日、田中正雄中佐は、海軍艦制本部部員へ転任。海軍水雷学校教官と、海軍航海学校教官を兼務していた、森谷節子少佐が、両風駆逐艦長に任命される。 1940年9月16日、両風駆逐艦長は、森谷摂氏少佐から上山正夫少佐に交代。10月11日、第24駆逐隊のうち2隻は、紀元2600年記念行事に伴う、観艦式に参加、第2列に配置されていた。10月19日府で、中川に四区司令は、古高型重巡洋艦一番艦古高艦長へ、転任。 公認の二四区司令には、第27駆逐隊司令、松原広史大佐が任命された。11月、第24駆逐隊は、第2艦隊、第4水雷戦隊に編入された。1941年2月3日、本館は演習中に、山風と、触唱し、修理を行った。7月25日府で、第24駆逐隊司令は、平井安治大佐に交代。 太平洋戦争開戦以後、両風は南方部隊に属しレガスピー上陸作戦、ラモン湾上陸作戦に従事した。1942年1月から、ライン部隊に属したラカン攻略作戦、バリックパパン攻略作戦に参加した。2月3日から5日、マカッサル攻略部隊は順次セルベストをスターリング湾に集結した。2月4日、遊国。 両風はスターリング湾外で紹介中のところを、米潜水艦、スカルピンから来撃された。上に全部に、巨雷一本が命中し機艦室浸水、湾内に被退して、応急修理を行った。戦死救命へ。2月7日、輸送船団に先行して、スターリング湾を出港した第8駆逐隊と、第15駆逐隊は、敵潜水艦を発見するも見失った。さらに、 駆逐艦、ョウは敵船に対し爆雷攻撃を行い、効果確実を報告する。ョウが攻撃したのはスカルピンで、スカルピンは戦乱攻撃を諦めて退避した。損傷した両風は佐世保に寄投し、7月まで修理を行った。この間第24駆逐隊は4月10日に第一水雷戦隊に編入。4月15日、 両風駆逐艦長、上山正夫少佐は、第四水雷戦隊府となり、若竹型駆逐艦3番艦、佐奈江屋六月型駆逐艦8番艦、長月艦長を歴任した柴山和夫少佐が、上山の後任として、両風駆逐艦長に捕食される。上山少佐は4月27日府で、白湯型駆逐艦5番艦、春雨艦長に任命され、続いて、 遊雲型駆逐艦10番艦、鈴波偽装委員長及び初代艦長となるが、ラバウル空襲における同艦沈没時に戦死した。6月23日に姉妹艦、山風が米潜水艦のオチラスの雷撃で撃沈され、第24駆逐く隊は白月型三隻体制となった。7月14日、第24駆逐く隊は第二水雷戦隊に編入された。 7月30日府で第24駆逐隊司令は平井大佐から村上信行助大佐に交代となった。8月7日、アメリカ軍がガダルカナル島に上陸を開始して、ガダルカナル島の戦い、フロリダ諸島の戦いが始まった。8月11日、横須賀を出港し、空母千歳をトラックまで護衛。続いて、増援部隊指揮官。 田中雷蔵第二水雷戦隊司令官及びに、水戦閣官、小海艇4隻は、ガダルカナル島上陸を目指す陸軍一騎士隊、第二帝団及び海軍陸戦隊の輸送船3隻の護衛を加齢される。帝進隊と第二停団はそれぞれトラックを出撃する。帝進隊は8月18日シニアに、ガトウへ到着、揚陸に成功した。8月24日。 日米空母機動部隊対決で日本海軍は空母流場を喪失、水上規模艦地とせが中波、アメリカ軍側は空母エンタープライズ中波という損害を受けた。しかし空母サラトガトガダルカナル島のアメリカ軍ヘンダーソン飛行場は健在であった。8月25日午前6時、ガトー砲撃を終えて北上してきた駆逐艦古隻が両風以下輸送船団と合流。 直後に輸送船団は急降下爆撃機 SBD ドオントレスと B-17 型爆撃機の空襲を受けた。2隻が沈没、機関、人数が炎上し、戦闘不能となった。田中司令官は機関を人数から影楼に変更、両風を人数の護衛につけて2隻をトラック白地へ退避させた。こうして、 輸送船団によるガトー揚陸作戦は中止され、第二次ソロモン海戦はアメリカ軍の勝利に終わった。第二水雷戦隊司令官田中雷蔵少将は8月29日府で外南洋部隊増援部隊指揮官の任務を解かれ、第三水雷戦隊司令官橋本慎太郎少将が増援部隊指揮官を継承した。9月2日、上層部の不教を買っていた村上大佐は、 第24駆逐隊司令を解任される。9月3日、第24駆逐隊新司令に、影老型駆逐艦10番艦、時津風駆逐艦長、中原義一郎中佐を当てる人事が決まる。中原中佐着任までの間、暫定的に村上大佐が指揮を継続することになった。その後、第24駆逐隊は、駆逐艦による高速輸送作戦に従事した。 10月中旬には、第3戦隊や、第5戦隊によるガダルカナル島砲撃に、参加。続いて10月26日の南太平洋海戦に、参加。11月上旬、外南洋部隊造援部隊指揮官は3水戦、司令官、橋本慎太郎少将から2水戦司令官、田中雷蔵少将に交代。第2水雷戦隊は、再び最前線に投入される。 11月中旬の第3次ソロモン海戦における二水戦は輸送船団の護衛に0時。11月18日、姉妹艦、海風が空襲で損傷、戦線船を離脱する。11月25日、第24駆逐隊司令駆逐艦は海風から後風に変更された。11月30日、第二水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将の指揮下。 駆逐艦8隻という戦力は輸送任務のためがダルかなル島へ突入。ルンガ沖野戦に参加した。12月11日、第24駆逐隊は、秋月型駆逐艦2番艦、正月の沈没に遭遇。続いて12月18日、軽巡天竜、駆逐艦4隻は輸送船2隻を護衛し、マダン上陸作戦に従事していたところ、 米潜水艦アルバコアの来撃で天竜が大破、両風による栄光が試みられるも天竜は沈没した。12月29日府で第二水雷戦隊司令官は田中雷蔵少将から小柳と三次少将に交代した。1943年1月2日、造園部隊指揮官小柳と三次第二水雷戦隊司令艦直卒の駆逐艦出席は ガダルカナル島輸送作戦を実施。進撃中に空襲を受け本館は、資金弾により損傷、天の護衛下で、ショートランド白地へ引き返した。ラバウルで、応急修理を行った。1月21日、第二水雷戦隊司令官、小柳富継少将は負傷した。木村進少将の後任として、第十戦隊司令官へ転任。1月23日筆、 伊崎俊治少将が第二水雷戦隊司令官に任命された。また二水戦から長良型軽巡洋艦二番艦、伊子が外れ、二水戦機関は胴体に復帰した、人数に変更。応急修理を終えた本艦はガダルカナル島撤退作戦に補給部隊の護衛艦として参加する。ガ島撤退作戦成功後の2月9日、航風が輸送船と衝突して損傷。 第24駆逐隊は全艦が損傷状態となる。2月12日、両風をトラック白地を出発。18日、佐世保到着。2月24日に四駆司令駆逐艦は両風から修理を終えた海風に交代。海風は佐世保を出撃し、トラック白地へ向かった。佐世保海軍交渉は、阿賀野型軽巡洋艦二隻等の建造や、 多数の官邸の整備、修理を行っていた。本館も修理を実施、4月、5月と修理を実施。5月23日、両風駆逐艦長、柴山和夫少佐は、第一水雷戦隊府となり、上風型駆逐艦9番艦夕凪艦長等を歴任した、山下正夫少佐が、両風駆逐艦長に捕食される。5月27日、 幸福は、本館より先に、佐世保出撃。6月15日、第3戦隊司令官、栗田武雄中将の指揮下、第3戦隊、第7戦隊、空母3隻、軽巡、伊鈴、駆逐艦部隊という戦力で、横須賀を、出港、6月21日トラック白地に到着した。6月23日、第7戦隊司令官、 西村昌司少将は指揮下五席を率いて、ラバウルへの輸送任務を実施、27日トラックへ戻った。新月は、外南洋部隊増援部隊に編入され、ラバウルに残った。6月27日、第24駆逐隊司令駆逐艦は、両風に変更となる。6月末、従順、鳥海、護衛駆逐艦とともラバウルへ進出中、航風は時空受故障により、 トラックに引き返した。7月上旬、ニュージョージア島の戦いが勃発。ニュージョージア諸島で日米双方が戦闘を繰り広げる中の7月5日、コロンバンガラ島輸送の途中でクラワン野戦が勃発。日本艦隊は支援隊、第1次輸送隊、第2次輸送隊という編成だった。米系順、ヘレナの撃沈に大駆逐艦2隻が沈没。 秋山山水戦司令官と山水戦司令部も総員戦士した。両風は被弾し、損傷を受け、戦死者2名を出す。7月8日、第24駆逐隊司令は中原義一郎大佐から久保田里志大佐に交代した。この前日、第三水雷戦隊司令官として、伊集院松次大佐が任命される。だが、第三水雷戦隊は、準備不足のため、 第二水雷戦隊が投入される。7月13日のコロンバンガラ島沖海戦でに、水戦機関、人通が沈没、人通座上の司令官、伊崎俊治少将以下に水戦司令部が全滅した。そこで第四水雷戦隊が解体され、同体戦力とに水戦残存関係を統合、新たな第二水雷戦隊を編成した。7月21日、第二水雷戦隊は、 第4戦隊を護衛してトラック白地を出発、本艦は横須賀に帰投して修理を行う。8月6日、第4駆逐隊司令、杉浦義美重隊佐指揮下の駆逐艦4隻でコロンバンガラ島輸送作戦を実施するが、アメリカ軍の駆逐艦6隻に奇襲され、シグレイ隻を残して3隻が沈没。第24駆逐隊は2隻編成となった。 1943年8月15日、開封の修理が完了。同日付で、阿賀野型軽巡洋艦2番艦、のしが、第二水雷戦隊に、編入、二水戦機関は、長良から、のしに変更となった。8月17日、主力部隊として、クレを出撃し、8月23日トラックへ進出。トラック到着後、に四区司令駆逐艦は、両風から、 開封に変更された。8月25日、第24駆逐隊は、第14戦隊司令官伊藤健三少将の指揮下、巡洋艦2隻を護衛して、ラバウルへの輸送作戦に従事。27日に、ラバウルに到着して、陸兵を揚陸すると、29日に、トラックへ戻った。9月16日、トラック白地艦省内でに推薦による、 戦闘訓練実施中、両風は、魚雷一本を、喪失9月18日、第3戦隊を、ブラウン干渉方面へ護衛した。10月には、第5戦隊をラバウルまで、第3戦隊を、ブラウン方面へ護衛。同月末には、戦艦2隻、空母2隻、巡洋艦2隻、駆逐艦4隻と共に、トラック白地から内地へ帰島した。だが11月5日、 米戦水艦ハリバットの来撃で、巡洋が、航行不能となり、都ネに栄光されて、クレへ戻った。この後、栄任務中の10月31日、第24駆逐隊に、浅潮型駆逐艦3番艦、満潮が編入され、胴体は、駆逐艦3隻編成となる。11月6日、第24駆逐隊は、佐世保に到着、入居修理作業を行う。11月下旬、 満長が佐世保に到着。12月3日、第24駆逐隊は柱島白地に集結した。だが、満長は空母2隻護衛のため横須賀に開港され、別行動となった。12月中旬から下旬にかけて、駆逐艦3隻は輸送船4隻の富山からトラック白地進出を護衛。12月26日夕刻にトラック白地南水道儀、緑町到着。 28日筆3隻は内南洋部隊に編入され、海上機動第一旅団のマーシャル諸島進出を護衛することになった。なお、マーシャル諸島に配備された核部隊は、1月下旬から2月上旬のクエゼリンの戦い及びエニウェトクの戦いによって全滅した。1944年1月18日、ポナペ島方面の輸送を担当していた、両風はトラック白地に寄討。 開封もトラック白地に戻った。1月19日、連合艦隊より、米潜水艦の来撃を受けた、空母、運用救援の命令を受け、駆逐艦3隻は、特務艦、赤石救難作業隊を、開封に乗せて、トラックを出撃するも、命令により2隻は引き返した。1月20日、旧カテ艦、イラゴと駆逐艦、サツキはトラック白地を出発するが、その日のうちに、 米潜水艦に来撃される。本艦は鳥海島と共にイラゴ救難のために出動した。1月24日、両風は輸送船3隻を護衛してトラック白地を出撃、ブラウン諸島へ向かう。1月25日23時5分、本艦は ポナペ島北東北緯09度00分統計157度27分、北緯9.000度統計157.450度、9.000157.450地点、もしくは北緯08度51分統計157度10分、北緯8.850度統計157.167度、8.850157.167地点で、 米潜水艦スキップジャックから雷撃されて沈没。山下駆逐艦長以下231名が戦死。生存者13名とも。この時点で、ルンガ沖野戦に参加した駆逐艦8隻のうち、残存艦は遊具も型4番艦、長派1隻となった。2月1日、第24駆逐隊司令駆逐艦。 開封はトラック白地南水道で米潜水艦ガードフィッシュの来撃により沈没した。生還した、久保田大佐は司令駆逐艦を満潮に変更する。第24駆逐隊は満潮一隻となった。2月10日、久保田大佐は横須賀陳夫婦となり、第24駆逐隊司令職を離れる。3月10日、両風は白津型駆逐艦、第24駆逐隊。 帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。3月18日、久保田大佐は、軽順な鳥艦長へ転任。3月31日をもって、第24駆逐隊は、解体され、満潮は、第10戦隊、第4駆逐隊に編入された。第4駆逐隊は2月17日の、トラック島空襲で、影楼型駆逐艦18番艦、舞風を喪失して、 朝潮型駆逐艦三雲及び、影ゲ型駆逐艦15番艦、野分けの2隻となっており、満潮の編流で3隻編成となった、艦長たちの軍艦誌310から311ページによる、階級は就任時のもの。井上義雄少佐、1937年5月1日から1937年8月31日。 井上義雄少佐、1937年8月31日から1938年12月15日。田中正雄中佐、1938年12月15日から1939年11月15日。森谷節志少佐、1939年11月15日から1940年9月16日。上山正雄少佐。 1940年9月16日から1942年4月15日、柴山和夫少佐。1942年4月15日から1943年5月23日、山下正夫少佐。1943年5月23日から1944年1月25日戦死、後日、久しゅうたい下順川内館長。十順青葉館長。 戦艦長戸艦長、山城艦長等を歴任。井上中佐は、朝霧艦長、佐々波艦長、萩風偽装委員長、初代艦長等を歴任。第十八駆逐隊司令として、駆逐艦知らぬ日沈没時に戦死後日、中川は、慶潤阿賀の艦長等を歴任。第三水雷戦隊司令官として、サイパン島の戦いで戦死した後日、松原大佐は、 慶順ジ賀野や艦長、空母昇格沈没時艦長等を歴任。ありがとうございます。